せーの。おお。で熱くなって。おお。来ましたね。おお。皆さん作ります。はい。硝酸が1、濃硫酸が3ですね。ビーカーに今取ってあるんでね。はい。じゃあ、あの大きなビーカーを発熱することがあるので、はい、あの冷却するんじゃない中にはいっぱい。まあ手袋してるから大丈夫でしょう。少しずつ。はい、少しずつね。まあ温度計見ながらだからそんなにね。はい。ちょっと入れてはかき混ぜて、もうちょっと下の方でいいかな。うん。まだ大丈夫じゃない。なんかやたら慎重になっちゃったな。すいません。うん、はい。はい、そんな感じで。温度も3対1ですね。はい。温度もじわじわと上がってる。じわじわね。そうですね。はい。30度は。はい。じゃあ手離すとひっくり返っちゃう。そんなことない？大丈夫？大丈夫です。じゃあこのビーカーを置いて温度計はそのままで、ちょっともう一回かき混ぜてくれる？温度の上がり方をちょっと見たい。そうそうそう。はい。はい、じゃあカット面ですね。はい。はい、じゃあ全部、うん、全部入れちゃいますね。うん。まあ、このぐらいの量はいっちゃうので。はい、うん。全部いっちゃいますか。全部ですね。じゃあピンセットでちょっと浸して押さえつけて、どんな感じ？いくよね。全然余裕ですよね。そうです。はい。うん、はい、そうだね。ピンセットが汚れてたっていうパターンかな。そうですね。まあビジュアル的にはちょっとなんだけど、まあいいや、うん。ちょっと固まっちゃったかな。固まっ、そうですね。すいません。少し。ほぐれた感じでちょっと保管したいんですけど、はい、じゃあ、はい、じゃあカットします。ちょっと封をしましょう。ピッてピッて、うん、ピッと貼る感じですね。それじゃあ数日経ってるんだよね、これね。はい、数日経ってる。それ全部写してもらおうか。あ、こちらに。そうだね。はい、じゃあ取っていきます。コンさんちょっと気をつけてくれ。はい。かなり強い酸なので垂らさないように、うまい具合にこうつまんで、そう垂らさないようにして、うん、そう、ちょっとこれ強烈な映像だね。そうです、すぐ煙なんかカメラやられそうだ。そっちに行ってね、その本人の方行ってるから。うん、俺は構わないんだけど、カメラの方来なければ死ぬのか。またカメラやられたら大変なもんですからね。そうなんだけど、いいよ、そのまま、はい、そう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 、で置いて、はい、はい、じゃあそっちに運んでもらって、はい、いいかね、下に置いちゃっていい、気をつけて、うん、気をつけてって今頃言うのはあれだけど、冷水冷水冷水って。このぐらいの量だったら大量希釈で大丈夫かなと思ってたんだけど、ちょっと安易だったかもしれないな。うん、ここ水をちょっとこっちも流しておくべきだったかもしれない。熱さももうなくなってきてる。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、うん、よくよく洗って、はい、じゃあ十分洗ったとします。そして絞って一部を取り分けて、はい、うん、ちょっとサンプルにね、こんなもんでいいですかね、うん、はい、まあまあ、でこれはちょっと片付けて、これやで完成ね。で加熱始めて、で電気ですから、はい、消して、これで暗くなるんだよね結構な。よし、 NC です。とか何の略？ニトロセルです。よし。あ、いかないな、いかない。続け続け続け。よし、あ、いたいたいた。はい、はい、もう一回。じゃ暗くするね。はい。せーの。の。うっそだろ。うっそだろ。こんな近づけてもダメか。おい、温度下がっちゃうんじゃね。もうやるならすぐやんないと。うん。はい、それじゃあね、着火点の目安、ね、マッチと面火薬をちょっと比較してみようか。じゃあマッチからいきますか。はい、はい、じゃあマッチを出して、その、うん、×印のところで、まあ大体ね条件同じってことでね、はい、そうですね、
じゃあ、はい、点火。はい。一応測ってるからね、が映像でね、だんだんどのぐらいになるか。あ、早い早い早い。おはい、来ましたね。はい、じゃあ消してもらって、ね、これ一回条件同じだから冷やさなきゃいけないんだよね。じゃあ消してうん、だ宗教活動じゃないんだから風でいいんだ。あ、そうか、マスクしてんだ。俺マスクしてねえからいけない。おいおいおい、手が焼けてる。やべ今度面会ね、います、うん。まあ、完璧に同じ条件じゃないんだけど、大体目安になるので、こちらを先ほどさっきと比べてみるっていう、ね。きまして、はい、じゃあ、で前回スタート。はい。うん、おお、びっくりした。明らかに早いよね。ね。しかも燃え尽きた、ね。びっくりした。まあ、秒数を測るまでもないと、着火点低いねってことが結果的に分かりました。その、はい、器具っていうか装置の説明をしてほしいんですけど、はい、こちらは導線と鉄線ですね。鉄線ですね、はい、こちらをすみません、こうやってねじりまして、うんうんうん、熱の伝わり方の差が分かるっていう装置なんだよね。そうですね、はい、うん、それで大体同じ距離ぐらいにするわけだよね、はい、ちょっと銅が長いかなみたいな、はい、で先端をこうやって曲げて、ここに面火薬をかけて、そうそうそう、どこ温めるんだっけ、でこの辺りを熱しまして、うん、でどちらが先に燃えるのかなっていうのを実験したいと思っています、うんうん、ちょっと面火薬セットしてみてくれ、うん、この突起っていうか部分に、うん、刺す感じで、ね、こっちも、ね、よし、であとはセットして、はい、ね、じゃあこちらでここを加熱してどちらが先に、うん、できます。銅と鉄ね、はい、ああ一瞬でした。弱火に、まず中2種類の金属が、うん、こちら銅と鉄の線ですね、うん、で、まあ、こちらをこの辺を熱しまして、うん、まあ、熱が伝わって、うん、どちらが先に燃えるかという話ですね、うん、そこの白い玉っころは何だ。こちらは綿火薬でして、ね、着火点が低い物質でございます、ね、はい、じゃあよろしく、はい、ではこちらをまず、うん、燃え尽き燃えないように、うん、はい、外しまして、うん、点火いたします、うん、はい、で弱火にして、弱火にしまして、じゃあ加熱しよう、うん、いきます、どうなるか、うん、さあ熱が伝わる、熱が伝わるかな、どうなりましょうか、どっちが先に燃えるかってことだよね、うん、そうですね、おちょっと煙が、銅の方に少し煙が走ったような感じがしましたね。ね、あんまり炎が大きすぎちゃうと直接行っちゃうのでね。はい、うん、熱が伝わってって熱くなって、おお、来ましたね。一気に来た。来ましたね。逆に鉄が全然来ないね。鉄がそうですね。うん、よっぽど銅が鉄よりも熱伝導性が高いということになります、ね。理解としてはそういうことだよね。はい。うん、すごい差ですね。あっさり結果出たね。うん、差があるってのが分かる、ね、うん、銅の方が熱伝導性が高いということがもう分かるね、まあ、正確なね、同じ条件ではないけども目安としてはね、うん、はっきりするよね、うん、まあ、こういう実験にも応用できたりするということね、はい、いいっすね、はい、じゃあシャーレの上に面火薬を置いてあるんだよね、はい、で、ありまして、まあ、金属片がかかってますね、そうだね、炎色反応があった方が面白いということでね、はい、じゃあ相当もう温まったと思うので、はい、じゃあ、うん、はい、じゃあマジック、はい、マジックショー、はい、どうぞ、お、うん、お、まあちょっと炎色はちょっとあんまりよく見えなかったかもしれないけど、こびりついちゃった、ね、ガラスを加熱しただけでも、ね、そうだね、火じゃなくても、はい、ちょっと映像的にはそんなにカラフルには見えないけど、